大丈夫か？台風来るぞ。大丈夫か？大丈夫だな。大丈夫？台風来るぞ。台風来るぞ。台風来ちゃうぞ。おーい。うん。台風来るぞ。しっかり準備しとけよ。台風来るからな。ちょっと注意喚起させて。はいどうも。いつもゲーム実況してるうなぎと申します。で、今日なんだけど、もう、見たらわかると思うんだけど、ゲームじゃないんですよね。これカロリーメイトと、天然水、お水を用意しました。なんでかというと、台風19号が、我らの国に、日本に来ているそうなので、これだけじゃないんだけど、非常食をね、用意して、ちょっと蓄えてます。で、今回のこの台風19号ってのが、今年最大の台風って言われてるんですけど、ちょっとね、俺台風のことバカにしてたんですよ。前回の台風の時も、子供の時から台風ってのを結構、被害は受けてたんだけど、なんか、正味大したことなくないみたいな感じで、そんな対策してなかったんですよ。で、前回の台風、千葉の方が停電しちゃいましたよね。やっぱり身近でああいうことがあると、人間誰しも危機感も持つんですよ。なので、今回、一番強い台風、前回と比にならないぐらい強い台風っていうぐらいなので、水と非常食を用意しました。みんなにも、非常食とか、水をね、用意して、持っていてほしいです。多分、自分は関係ないから大丈夫って思ってる人結構、そういう考えの人もいると思うんですけど、僕もそういう考えなんですけど、もしかしたらね、自分のとこが来るかもしれないから、あらかじめ用意はしておきましょうと。俺いつもこういうの用意しないんですよ。本当に初めてです。お水と非常食買ったの。なので、皆さんも、用意の方は周到にしておいてください。12日に近畿の方に台風が来るのかな？もうちょいで日本に上陸するみたいなので、今のうちに、はい、済ましておいてください。これ注意喚起です。済ましてね。で、あと窓とか、戸締まりはしっかりしないと、割れちゃうから、窓割れちゃうし、窓もね、しっかり閉めないと、なんか物とか飛んできた時にも窓割れちゃうし、ゲーム実況の動画ももちろん今日上げるんですけど、これから上げていくんですけど、ちょっとだけ、時間をいただきました。はい、皆さんも、しっかりと用意してください。俺ですら買ったから。ということで皆さんお気をつけてください。台風、一緒に乗り切りましょう。ではまた。